皆さんこんにちは。あっちゃん先生と旅する金子みすゞの世界第11回です。まずはお便りのご紹介です。あっちゃん先生のラジオ放送を聞きました。今日午前中に金子みすゞ童謡全集を手にすることができました。先生のお話を聞き、みすゞさんの深さを感じています。あっちゃん先生と同じで詩作品があり助かります。すぐに夏朝顔を一緒に読むことができました。あっちゃん先生のお話も良かったです。愛知県岡崎の黒柳さんからのお便りです。もう一つ感想です。富山県の松本さんから。とっても楽しかったです。子供から大人、男女いろんな方が童謡を読まれると全然違いますね。発見。私の好きなダンゴムシ、小さい子供の声で耳に入ってくると千尋さんのメロディーと同じ、ワクワク楽しい。男の子がダンゴムシ触ってるのも浮かんできます。ありがとうございます。それではまずは朝顔の鶴をパナミンさん、はるかさん、マリコさん、そしてあっちゃん先生でお聞きください。朝顔の鶴。柿が低うって朝顔はどこへすがろと探してる。西も東もみんな見て探しあぐねて考える。それでもお日様恋しゅうて今日も一寸また伸びる。伸びろ朝顔まっすぐに、納屋のひさしがもう近い。朝顔のつる。柿が低うて朝顔はどこへすがろと探してる。西も東もみんな見て探しあぐねて考える。それでもお日様恋しゅうて今日も一寸また伸びる。伸びろ朝顔まっすぐに、納屋のひさしがもう近い。朝顔のつる。柿が低うて朝顔はどこへすがろと探してる。西も東もみんな見て探しあぐねて考える。それでもお日様恋しゅうて今日も一寸また伸びる。伸びろ朝顔まっすぐに、納屋のひさしがもう近い。朝顔のつる。柿が低うて朝顔はどこへすがろと探してる。西も東もみんな見て探しあぐねて考える。それでもお日様恋しゅうて今日も一寸また伸びる。伸びろ朝顔まっすぐに、納屋のひさしがもう近い。伸びろ朝顔まっすぐに、なんだか朝顔を応援したくなりますね。前回から矢崎節夫先生をラジオインタビューのゲストにお迎えしておりますが、今回も矢崎先生の詩を聞いていただきたいと思います。一つの空を、ともきくん、ゆうとくん、そしてあっちゃん先生の朗読でお聞きいただいた後、千尋さんの歌をお聞きください。一つの空。熊が見てる熊の空、うさぎが見ている
うさぎの空、リスが見ているリスの空、見ているのはクマ、ウサギ、リス、見られているのは同じ空、鳥が飛んでる鳥の空、トンボが飛んでるトンボの空、綿毛が飛んでる綿毛の空、飛んでいるのは鳥、トンボ、綿毛、飛ばれているのは一つの空。一つの空、クマが見ているクマの空、ウサギが見ているウサギの空、リスが見ているリスの空、見ているのはクマ、ウサギ、リス、見られているのは同じ空、鳥が飛んでる鳥の空、トンボが飛んでるトンボの空、綿毛が飛んでる綿毛の空、飛んでいるのは鳥、トンボ、綿毛、飛ばれているのは一つの空。一つの空、クマが見ているクマの空、ウサギが見ているウサギの空、リスが見ているリスの空、見ているのはクマ、ウサギ、リス、見られているのは同じ空。鳥が飛んでる鳥の空、トンボが飛んでるトンボの空、綿毛が飛んでる綿毛の空、飛んでいるのは鳥、トンボ、綿毛、飛ばれているのは一つの空。それではここからは矢崎節夫先生の電話インタビュー第2回目をお送りいたします。まあ、そのみすゞさんの詩と出会うまでの若かりし頃の矢崎先生の話を少しお聞きしたいんですけれども、その児童文学にまあこう進もうと思ったのはおいくつぐらいの頃からなんですか？小学校4年の時に、はい、佐藤よしみという、その方は犬のマーリさんだとかグッドバイという、はいはい、グッドバイ、はい、を作った方がいて、この方の童謡を読んだ時に、
とっても感動して、ええ、なんて綺麗な視覚指導なんだろうと思って、もし弟子になるんならその人の弟子になりたいと思ったのが小学校4年の時です。うわ、小学校4年の時からもう弟子入り先をこう決めていた、はい、そうすごいな。で、実は私の母が、はい、文学少女で詩の本を読みたいと言ったら、今から、探しに行くけども、その前に詩人というのはどういう人かという話をしますと言って、あ、こんなふうに教えてくれました。お母さんがですか？そうです、母が。詩人というのは自分の喜びや悲しみに佇むだけではなくて、人の喜びや悲しみにも佇む最高の職業なんだ。はあ。だから詩人というのは第三者がくれる敬称であって、自分では物書きというんです、いうふうに教えてくれたのが有年の人みたい。はあ、すごいな。一番初めの時にそういうふうに教わったわけですよね。で、小学校4年から、まあ、その童謡を書きたいと思った、そうですね、矢崎少年はその後どうなっていくわけですか？はい、童謡を書くには早稲田に行こうというふうにもうその時点で決めたんです。白州も宇城も八重も全部早稲田ですから。日本の児童文学って早稲田の人たち、卒業の人たちが作ったんです最初。はあ、はあはあ、中心にいたんです、ええ、不思議なことに。あ、じゃあもう中学高校と早稲田を目指しながらで、実際にその間も童謡を実際書いておられてたんですか？いや、書いてません、書いてません。その頃は、はい、うん、童謡とか詩とかって分かってないので僕は。あ、なるほど、はい、その今みたいな言い方では分かってないので、うん、詩を書いてるんですね。ああ、詩をね。でも詩を書いてると言っても、うん、今見たら本当に幼いようなこと、要はつぶやきに近いものを書いてたわけですよ。なるほど。だからこそ大学に入ったらきちんと童謡を勉強したいと思ったんですね。はあ、い。で、それには大正7年の赤い鳥で初めて童謡が発表されてから、うん、戦後までの88人の300数十編が載っている日本童謡集という本を読まなければいけないって勉強しようと思ったのが大学の1年の時です。なるほどね。で、それをこう読んでると知ってる歌がたくさんあるわけですよね。もちろん有名なね、詩が有名なもう、はい、童謡が載ってるわけですね。ところがそこに初めて聞く金子みすゞというとっても綺麗な響きの詩人の作品が一編だけ入ってた。はい、大量という詩が入ってた。大量ですね。はい、はあ、もうこの時が初めての出会いってことですよね。そうです。もう大量を読んだ時にそこに入ってる他の詩人たちの作品が全部消えましたから。それぐらいこの大量っていう詩は違うんですよね。違うんですね。見方が違ったんですよね。僕が知っている童謡っていうのは、はい、なんか子供に近いところで歌うとか、うんうん、それから自分の子供時代を思い出して歌うとかっていう、はい、そういう作品が日本童謡の中にはたくさん入ってるわけですよ、はい、子供の姿が、うん、でもみすゞさんの大量ってに人間もイワシも対等に見てるんですよ。なるほど。そのそれはショックだったんです。見方が全然違うわけですね、はい、同様でこんなすごい世界が描けるんだって、うんうん、驚いたのはもう大学入って5月大量を読んだ時に本当にもう衝撃でした。本当にすぐなんですね。4月に入学しての5月に。
だからもっと読みたいと思って、ええ、その日はもう大学の授業をサボってもうその日サボっちゃって、はい、そう、その日から早稲田ですが、早稲田には不動の野街がありますね。はいはい、ありますね。東京には3つあるんですよ、ええ、大きな不動の野街が、はいはい、だから金子みすずっていう名前の童謡集がないかどうか一生懸命探しました、もちろん全然ないですよね。でそれが終わって、であの僕を、チャイルドブックという幼児の子が読む幼稚園や保育園で読む、はい、チャイルドブックですね、本があるんです、はいはい、そこの編集者の人が僕に作家になりたいんならあのうちで原稿取りでアルバイトしないって言われたの。はいはい、あ、アルバイトをね、ちょっと生活が見えるじゃないですか、うん、はいはい、それをやりながら大学の3年の時にね、3年、2年経つわけですね。そう、2年経つんですね、だから2年間水野さんは大量しかなかったんです。あ、もう大量からなかなかこう見つからなかった、はい。で3年目に僕に、いや、あの佐藤さんのときを原稿取りに行かないって言われたんですね、うん、でその佐藤さんが誰だか分からなかったの、はい、まさか佐藤よしみさんだと思ってなかった。あ、はいはい、僕4年生の時に会って読んだわけですから、うん、もう亡くなってると思ったの。それで、え、生きてるのって聞いたんですよそしたら笑われて、ええ、うん、行けば分かるよって言って、うん、言われて、うんうん、それで原稿取りに行ったんです。新橋という駅が東京にはありまして、はい、その駅の向かい側に有楽という喫茶店があったんですね、はあ、はい、でそこで待ち合わせをして行ったんです、うん、でもその時に僕は一度家へ帰って、ええ、自分の書いた童謡も4編ぐらい持ってったんです。あ、ちょっと見てもらいたくて、はいはい、それで佐藤先生にこうパッと見た瞬間に入り口からこう入ってくる瞬間にもう詩人なの。ああ、詩人だと思うような、うん、ラッとしてかっこよくて、はい、でやっとこう手を挙げてくださって僕の前にさっと座って長い足をふっとこう足を踏まれてね、はい、はい、これが原稿って渡されたんです。あ、そうですね、一応渡されたから、はい、拝見していいですかって伺ったら、ええ、どうぞって言うんで、うん、こう見たら、はい、なんとそこに露金子みすずって書いてあったんです。え、みすずさんの詩が、露という詩が、ええ、それはね大正昭和初期名作24人選というものの解説をもらいに行ったんです、うん、はあ、はあ、はあ、はい、だから大正から昭和にかけてのもう本当に歌われた名曲を佐藤先生が選んで一冊にした本だったんです、はあ、だからそこに実は金子みすずの詩が入ってるわけがないんです。というと、だってみすずさん作曲されてないんですから誰も知らないんです。そうかそうか、もう詩に曲ついてはないわけですよね。どうしてもこの人は消してはいけない人だから、はい、って言って知ってる作曲家に依頼して作曲をして載せたんです。あ、そのために曲をつけて。そうそう、あ、そうなんですか、ええ、で僕の佐藤先生はその時に初めて、うん、あの金子みすず、この露という詩を書いた金子みすずってあの大量書いた金子みすずさんですかって聞いたら、そうって言ってとっても嬉しそうに食べるの、みすずさんのことこんなに好きだったんだ、君知ってるのって言ってくださったの、はい、だって当時誰も知らないんだから、もう、あ、そうですよね、誰も知らないわけですから、うん、だから消しちゃいけないと思って佐藤先生はわざわざ作曲して載せるぐらいだから、うん、ははそれでまああの
僕は佐藤先生の弟子になりたい、小学校4年の時にからなりたかったんですっていう話をしたら、うち遊びに来なさいって言ってくれたので、ところがその時にも佐藤先生は実はあのがんを患ってらっしゃったんです。そうだったんですか。はい、それで遠慮していかなかったんですよね。そしたらチャイルドブックに先生から電話があって、うん、アルバイトしてた原稿取りに来てくれた学生君はまだいる、いるなら僕のところに遊びに来させてって言ってくれたの、先生の方から。そうそう、で佐藤先生のところに行って、はい、君は音楽は何が好きって聞かれたので、僕はショパンが好きなんです。そしたらショパンもいいけど、うん、ジャズを聴きなさい。ジャズですね。うん、そしてそう1時間ぐらいジャズ聴かされましたよ。先生のところで、うん、体が動くんですよ。ジャズでね、はい、ね、ジャズという音楽を聴くと体が動くでしょ、うん、音楽を聴いて体が動かなかったら童謡を書いちゃダメって言いました。はあ、体が動かなければ、うん、うん、それから海岸に行ったら、うん、裸足になって砂浜をかけたくなるぐらいじゃなければダメ。はあ、つまり固まっててはダメっていうことね。なるほどね、うんうん、そのことをね、それだけ教えてくださいました。はあ、ところが佐藤先生は、ええ、もうそれ末期だったので、体の方がね、うん、そう8月にお会いして、ええ、12月4ヶ月後にもう亡くなられたんですね。ああ、そうだったんですね。もう僕は君の作品は見てあげられないけども、ええ、人間関係だけは残すからね。はい、それが窓先生なんです。窓先生につながるわけですね。そうです。だからそれは佐藤先生の、僕は4ヶ月しか会ってないんだけど、ええ、ものすごく影響を受けたと思います。なるほどね。だから佐藤先生が亡くなった時に、ええ、ですぐに僕はまだ西条先生が生きてらっしゃったんですよね。そうだったんですね、その頃は、ええ、でもね、僕みたいな人間が西条八荘に手紙を書くことはできないんですよ。もう恐れ多くて、偉大すぎて、もう偉大すぎて、はい、でお嬢さんの三井双葉子さんっていう詩人がいるんですけど、ええ、はい、そのお嬢さんに手紙を出したんですね。はい、金子みすずさんの3冊の手帳が実は西条先生のところにあるはずだというのを佐藤先生から僕は伺ったんです。うんうん、佐藤先生は一度探しに行ったらしいですよ。八荘先生のところへ。そう、ところに、でそれでもなかった、まあその時はなかったんですね。うん、でもそれがどうなってるかご存知でしょうかってお手紙を差し上げたんだけど、やっぱり何の返事もありませんでした。だから佐藤先生はそれほど美鈴さんのことを好きだったわけね。だから僕がその後16年間大量に出会ってから16年間の美鈴探しをしてあっていうのがしたっていうことになってるんだけど、はい、それはもう佐藤先生の続きをやってるようなものだと思ってるんです。なるほどね。本当は借りて出したいっておっしゃったんですよ、僕に。だから佐藤先生の願いを、続けるして16年間できたっていうことなんだと思います。電話インタビュー、まだまだ続きます。それでは最後に、先ほどインタビューでも紹介されたつゆという詩を勝美さん、
テルリンさん、チハルンルンさん、まーちゃん、あっちゃん先生の順で朗読をお聞きいただいた後、中田義直作曲、松倉俊子歌でお聞きください。次、誰にも言わずに起きましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂のお耳へ入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。つゆ、誰にも言わずに起きましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂のお耳へ入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。つゆ、誰にも言わずに起きましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂のお耳へ入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。つゆ、誰にも言わずに起きましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂のお耳へ入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。つゆ、誰にも言わずに起きましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂の耳へ入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。あっちゃん先生と旅する金子みすずの世界第11回、いかがだったですか？小学校4年の時から童謡作家を目指した矢崎少年の思い、そしてその時憧れだった佐藤よしみ先生との出会い、そしてよしみ先生の思いを託され、金子みすずさんの発掘に努める矢崎先生、なんか感動的ですよね。それでは次回をお楽しみください。